冒険者協会に依頼を出そうかしら。あと大根数も。待ってくれ。ここに何か用か。ガイアはいるか。あいつに用があるんだ。ガイア隊長ならジン団長の執務室で勤務中だ。え、どうしてジン団長の執務室に。ウィンドブルーム祭セレモニーは我々セピロス騎士団が主催している。セレモニー期間中はジン団長が直々に外回りを行う。だから溜まった書類仕事はガイア隊長が代理で処理することになっているんだ。なるほど。旅人、パイモン、来たね。いいタイミングに来た。ちょうどお前たちのことを考えてたんだ。ガイア、課題は終わったのか？失望させてしまうかもしれないが、まだ手をつけてすらいないんだ。課題を提出しない生徒は、いい生徒じゃないね。ガイア、忙しいのか？はあ、見ての通り、ジン団長の代わりに様々な事務を処理していてな。セレモニー期間中はモンド城も賑わうから、雑用仕事も多くなるんだ。もうずっと忙しい。旅人、一つ手伝ってもらえないか。知り合いの酒仲間に用事を頼まれてるんだ。しかし俺は動けそうにない。代わりに行ってきてくれないか。酒仲間って酒場で知り合った友達のこと？ああ、仕事終わりに酒場で一杯やっているうちに友達もたくさんできてな。ニムロドって言うんだが、普段は酒場の近くにいる。この時間は多分暇を持て余しているだろう。俺はここに残って課題をやってるから、ニムロドのことは頼むよ。焦らない焦らない。詩の創作には時間をかけないとな。どうしたことか。お前がニムロドか？ガイアから用事がある
聞いたんだけど、あいつは今忙しいからオイラたちが代わりに手伝うよ。旅人、君か。俺の女房にウィンドブルーム祭のプレゼントを用意したいんだが、酒仲間のガイアにアドバイスをもらいたくてな。その俺は酒が大好きだから、いつも酒場に入り浸ってるんだ。でも女房は酒を飲むのに反対しててな、いつもそれで喧嘩してる。お前も飲んだくれだったのか。わかるよ、酒はいいものだからね。でも君の飲み方は、頭ではわかってるんだ。だからこそ申し訳ないと思ってる。旅人、悪いけど材料集めを手伝ってくれないか。手作りのプレゼントを女房に送りたくてね。こういうのは自分で集めるべきなんだが、酒を飲みすぎて眠ってしまって、起きた時にはもうセレモニーが始まってたんだ。自分一人の力じゃもう間に合いそうにない。むちゃくちゃすぎるぞ。セレモニー期間中に他の人に頼るなんて、未婚のモンド人なら絶対にありえないことだよ。ニムロド、結婚しててよかったね。ああ、本当にすまない。返す言葉もない。仕方ないな。何が必要なんだ。俺は城内で木材を集める。植物は野外でしか取れないから頼まれてくれるか。イグサが2つ必要なんだ。イグサと木材で何ができるんだ。木材を使って小さな小屋を作るんだ。それにきらびやかな花と手作りの家具を付け加えて女房に送る。とても温かなプレゼントだね。ほんの気持ちさ。女房と出会ったばかりの頃はいつも手作りのプレゼントを送っていた。それを女房も気に入ってくれてて。悪い、昔のことだ、気にするな。とにかく頼んだよ。運が良かったな、オイラたちみたいな頼もしい助っ人が来てくれて。さあ行こう、材料を集めるぞ。いらっしゃいませ。リーウェのジュエリーですよ。ありがとう、本当にありがとう。これがあればすぐに作業を始められる。プレゼントだけじゃなくて、これからは奥さんのことも大切にしろよ。ああ、必ずそうする。俺の作ったプレゼント気に入ってくれるといいな。気持ちのこもったプレゼントを嫌う人はいない。だから安心して。オイラたちの努力を無駄にしないよ、ちゃんと作れよ。帰ったぞ、ガイア。課題は終わったか。さあ、課題を取りに来たよ。おかえり、ちょうど終わったところだ。早く早く、課題課題。はいよ、笑うんじゃないぞ。ふむ
フーム、うん、金融野郎、評価は？ガイア、この詩を読んでもいいかい？もちろん。ご本。ミムヘイエ、ヒルチャールの言語で愛してる。おしまい。それだけ？趣旨がはっきりしていて感情も完璧。この長さで十分伝わると思うが。これじゃヒルチャール語のレッスンになってるぞ。俺らしい詩だと思わないか？いい加減な詩だと思うけど。ガイアはヒルチャール語ができたのか？なんか変わってるな。セピロス騎士団騎兵隊長の知識の広さを侮ってもらっちゃ困る。よし、じゃあそろそろ次の。お、今怪しい人影が見えた。少し見に行ってくる。旅人、もう一つ用事を頼みたい。教会から狩りの許可の申請が来ている。この許可書類を大聖堂まで届けてほしい。またお使いかよ。リサ、たとえ相手が騒ぎを起こしている酔っ払いでも、放電を使って懲らしめることはしないと約束してくれ。それは誤解よ、ジン。あなたが前に見たあれは、あっちから求めてきたのよ。だから、そういうことが好きな人もいるのかと思って。リサ。わかったわよ。ジンが反対するのなら、もうやめるわ。やあ、二人とも久しぶり。本当に久しぶりだな。見ての通り、リサと一緒に見回りをしている最中だ。可愛い子ちゃんとそのお友達じゃない。ここに来る途中、怪しい人を見かけなかったかしら？もし見かけたなら騎士団に報告してくれると助かるわ。図書館司書も見回りするのか？普段はしないわ。でもウィンドブルーム祭は人手不足だから、私みたいにか弱い人でも見回りを手伝わされるのよね。リサ、か弱い人はそのような強力な雷元素の力を使えない。しかし安心してくれ。たとえリサが酔っ払いの喧嘩を電撃で仲裁するのが好きだとしても、私がしっかり見張っておく。ジンが嫌ならもうしないわよ。本当か？それはよかった。もう少しで私と同行する資格を図書館司書さんから剥奪していたところだ。見回りってそんなに刺激的な活動だったんだな。勉強になる。